声優アカデミー。今回は特別に素敵なゲストをお呼びいたしました。現役ヘルス長の K さんです。 K さんよろしくお願いします。はい、で K さんは、3年ぐらい前からもううちのすごい常連さんで、いつも検査に来てくれる、ヘルス嬢の方ですごい明るい性格で、僕も来てくれるとすごく嬉しいんですよ。もう3年間の間に結構な性病を体験されてるんで、その体験談今日ねちょっと話してもらおうかなと思って来てもらいました。 K さん、武田さんも何回も会って、と思うんですけど、いつも素敵な方で、目元が結構チャーミングで、顔も小さいのですごい印象深い患者さんかなと思います。確かに今日はなんと、実際にお仕事中に着用されてる素敵なお洋服で来てくださったので、すごい綺麗ですね。ちょっとなんか立ってもらって、なんかちょっと見させてもらってもいいですか、俺。すごい、せっかくなんで。後ろとかどうなってるんですか、俺。後ろとか。白がすごいお似合いです。大丈夫ですか、そんな。YouTube やばい。バンされる。バンされちゃう。ありがとうございます。じゃあ、すいません。隣、失礼します。失礼します。今日はちょっとドキドキされて。ドキドキしますね。ちょっと僕が一番ドキドキしちゃうかもしれないです。すいません。今回、きつかった性病ランキングを発表していただきます。では3位からお願いいたします。喉のリンです。おお。喉のリン、確かに僕ちょっとこれ調べてみたんですけど、3回なってるんですよ。1年ずつでこう3年間なってるんですけど、これって症状とかって言いました？いや、全然ないです、全然ない感じ。記憶にないだけじゃなくて。全然ないですよね。だからちょっと痰が絡むかな。ああ、そうです。でもこれね、僕もね、この前というかさっき、カルテで調べたんですけど、やっぱりほとんど症状ないって書いてあるんですよね。当時、全然症状なくって、急に会ってびっくりしちゃった。それで点滴しましたね。しましたね。逆に性病かなと思って行ったら、逆に風邪で特に検査結果も陰性だったっていうのがあって、全然本当に分かんないなって。そういう時もありましたね。確かに風邪症状がすごい続くんだけどみたいな、喉の症状が続くんだけどって言ってもね、陰性だったりとか、結構性病の方がどっちかっていうと症状微細なのかもしれないですね。という感じでしょうか。はい。続いては2位お願いいたします。普通のリンとクラです。これ同時に感染しましたよね。そうです。そうなんですよ。あんま覚えてないでしょ。これもう多分ね、最初のもう多分3年前くらいかな。この時でもどうでした、症状は。やっぱ両方だったら重たいのかな、症状。どうなの。全然記憶がない。ないですか。これ結構いて、まあ、膣のリンとクラもいるんだけど、あとは、膣のクラと喉のリンとかも結構多いんですよ。で、この時ね、僕ちょっと調べたんですよ。K さんのカルテから調べたら、最初ってこう、織物がおかしいっていうのと、あと、かゆみがある。で、その次の週には、もう、不正出血が結構してるっていう問題。ちょっと思い出しました。不正出血がやっぱ、しんどいですね。いきなり出てきて、いつ終わるの？生理じゃない。ちょっと不安にもなりますからね。不正出血って何が起こってるんだろうっていう。でもまあ治療したらなくなった。あ、すごい、ね、そうなんですよね。やっぱりまあ子宮頸管部っていうところに菌がいるわけなんだけど、やっぱり荒らしちゃうんですよね。粘膜荒らしちゃうから血が出てきちゃうんですよね。というのが第2位でした。では最後に1位お願いいたします。はい、次のリンです。これもうリンばっかりじゃないですか、今回ね。で、膣のリン、これはどんな症状でした？その時はすごい膀胱炎みたいになってて、本当にヒリヒリしてすごい痛くて、めっちゃ我慢してます。しんどいんですね。リン病って本当にいろんなところに行っちゃうんで、もちろん膣のところにも行く、最初はそこなんだけど、その近くの多分今回は尿道から膀胱に入っていって、膀胱炎にもなったのかなって。人によっては、バルトリン腺っていうちっちゃいその腺のところに入っていっちゃって、まあ、卵子の外側が腫れちゃったりとか、あとは、お尻の方行っちゃって、まあ、お尻から、肛門から膿が出ちゃう人もいるんですよ。だから結構、リンって怖いですよね、ほんとね。で、結構その膀胱炎と性病っていうのをセットでなっちゃう女子って結構若い人では多くって、特にうちに来る人ってすごくやっぱセックスたくさんしてる人だから、そういう人はね、やっぱ尿の検査もやった方がいいですね。最近で多いのがそのリン病とマイコプラズマのジェニタリウムですごい膀胱炎が治んない。で、今回ってあれですよね、多分すぐに来てくれて、あんまり内科とか泌尿器とか行かなかったです。全く行かなかった。
で結構ね、行って普通の膀胱炎のお薬出されても結構治んないんですよ、今リンってやっぱし点滴とかしないといけないし、普通の膀胱炎っていうのはね9割方大腸菌なんですけど、やっぱり大腸菌を倒す抗生物質だとあのマイコプラズマとかリンとかって倒せないんで、そういうのはすごい問題なんですよ、真面目に言ってしまった。でも症状はやっぱり膀胱炎ってやっぱきついよね、女の人にとってね。すごい、お年寄りになってくるとそれが腎盂腎炎まで行っちゃって高熱出して吐いちゃうんですよ。だから本当にそれで入院になっちゃうぐらいやっぱ尿路の感染症って怖いんで、若い人はねまあ大体通院でなんとかなっちゃうんだけど、これやっぱ1位ならではだと思うんですよね、という感じ。竹澤さん、なんか質問とかありますか？せっかくなんで。ランキング外で他にかかった病気で印象深いものってありますか？ウレアプラズマ、それは症状とかあったの？ちょっと複雑だったけど、それが気のせいだったのかなって感じで、言われないと分かんないです。すごい勉強になりました。よく質問に実際かかって、多分このお客さんからもらったなとか心当たりで出ますか？確かにこの人かなって思うんですけど、実際違ったってパターンが多いです。それかわいそうっすよね。その人濡れ衣みたいな。それなんでそう思ったの、その人かなって。話をしてて、いろんな女の子を遊ぶって言ってて、その経験もあるって言ってたとか、なんかちょっと面白いのが、その風俗のお姉さんから見ても風俗で遊んでる人は危険だなって思われちゃうっていうのが、イメージってそういうとこからですよね。でも分かんないでしょ。分かんない。これ本当僕もそうで、すごい風俗で遊んでる人も全くかかってない人もいるし、全然風俗なんて行ったことないんですの男の人もかかってる人はかかってるから、本当分かんないですよね。これ書いてないからね。私リンでしたって、ね、書いてないからちょっと分かんないです、こればっかりは。だからまあちょっとこれを見てる皆さんも偏見とかね、そういうのなくしていただいて、チャラ男も脳性病、ね、脳性病ですから、はい、分かんないけど。私もチャラ男だったら怪しいって。武田さんはね、そうね、そうね、なんかね、厳しめないっていうのを頂戴しました。このようにこのチャンネルでは、のり先生と私と今日は素敵なケイさんと一緒に性感選手について楽しく発信していきます。いいと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いいたします。皆さん、淋病には気をつけてください。またね。では早速ランキングの方に移ります、はい、では第3位からお願いいたします。何ランキング、そこで。すいません。